最近よく見かける猫耳をつけたキャラが音楽に合わせて踊る動画、サッドキャットダンス。実はこれ、ある超人気漫画とネットで話題になった有名なミームが元ネタなんです。2021年11月、チェンソーマンの東山小紅が猫耳をつけて泣きながら踊る動画が投稿されました。これは本編の終盤で小紅が無理やりダンスゲームをやらされるシーンと、この年にネットで大流行した動物の森のナイルが踊る動画アンカーダンスを組み合わせたものです。この動画を見た韓国のアーティストワルドックンさんが今年の8月ツイッターに女性キャラがいやいや猫耳をつけて踊る動画を投稿。このツイートは12万以上のいいねを獲得し、作者のフォロワー数は一気に数万人も増加しました。これにより様々な人たちの手によってパロディが作られるようになり、 YouTube や TikTok でミームとして流行したのです。ちなみに流れている曲はネバードゥルというアーティストのジプシー・イン・マイ・マインドという曲のスピードを上げたバージョン。この曲はもともと TikTok でロトスコープフィルターと組み合わされて使われていました。キャッチーな音楽、パロディしやすい構図、可愛いキャラクター、こういった要素が組み合わさった結果、サッドキャットダンスは現在も動画が作られ続けています。皆さんの好きなパロディがあったらぜひコメントで教えてください。